任せろ、俺が操縦する。さあ行こう。飛行中。敵を発見。ライトパネルだ。新たな敵を発見。あいつで3人だ。敵をマークした。パック語りに増援を要請した。反乱軍に奴らの注意を引くように。奴で5人だ。できてるぞ。気をつけろ、警報が取り付けられてるぞ。警報を破壊した。援軍が駆けつけることはないだろう。配置につく。位置を変えた方がいい。捕虜の位置を確認。通信技術者のためにここまでやるとはな。反乱軍に貸しを作ってると思えばいい。連中に好かれて損することはない。とにかく捕虜を死なせるな。クソ、見つかった。警戒してるな。了解、移動する。ターゲット確認。撃つぞ。一人倒した。こんなに大きなダムがあるとはな。地元住民が水を引くのに使ってるんだ。大きすぎじゃないか。誰かさん、ボリビアの農業を甘く見てたみたいだな。あんた誰だ。俺たちの友人パックに言われてきた。そうか、行こう。
はい。所詮の警戒態勢が解けた。離れすぎてる。戻ろう。敵の増援が接近してる。パック語りの下で働いてはいるが、俺ごときを救出するためにアメリカ人を派遣するとはな。お前の専門知識が今の任務に必要なんだ。 DJ ペリコのラジオをジャックしたい。冗談だろ。うちの嫁がファンなんだ。あいつは敵だぞって言ってんのに。でも面白いじゃないだとさ、叶わないよな。だから俺も一緒に聞いてる。助かった。ありがとう。この放送は思ったより効果があるのかもな。まだ分からないぞ。まあ心配するな。できる限りのことはする。じゃあな。サンタブランカラジオに注意して、うまくいけばパック語りの演説が放送される。了解。パック語りの放送が国中で流れてる。 DJ ペリコはもともと笑い者だったけど、これでスエーニョの面目も丸つぶれね。世間の反応ってのはどうやって測ってるんだ？うちのソーシャルメディアチームが自撮り画像を撮る合間にネット動向をチェックしてるの。もうハッシュタグ DJ ペリコで最高に笑える画像が出回ってるわよ。技術者はボーマンと気が合いそうだな。パックの演説をラジオで流すのにここまでやる必要があるのか？ボーマンは反乱軍に自分たちの作戦だと思わせたいんだろう。連中の手柄になるしな。作戦を進めるぞ。ペリコもカルテルも何もなかったかのように振る舞ってるけど、反乱軍の放送は住民たちに希望を与えたわ。サンタブランカと戦いたい人が殺到してるって連絡があった。これが正しい選択だといいが、一箇所に力が集まるのはあまり良くない。社会主義者が力を持ちすぎるのが怖いの？冷戦時みたいな発言ね。 CIA 工作員がよくそんなことを言えるな。さあ次だ。また連絡する。